三遊亭大楽は、東京都荒川区出身の落語家。五代目演楽一門会所属。本名、海ップ。出林は、三下がり格好。父は同じく落語家三遊亭高楽。駒沢大学高等学校、駒沢大学文学部英文学科卒業。大楽という講座名は、師匠、五代目縁楽が若い頃に、 星の王子様の愛称で親しまれていたことに由来する。自身は二代目星の王子様などの愛称がある。父幸楽と同じ五代目、三遊亭窓科学を師匠としたため、幸楽とは親子だが兄弟弟子という落語会では、珍しい特殊な関係であり、幸楽を兄さんと呼べる位置にいながら、親子会の他にも、幸楽一門会の落語会に出演することも多々ある。 2005年10月23日から師匠5代目、円楽が脳梗塞で商店を休園した頃から、三遊亭窓科学の27番弟子、最後の弟子でございまして、という挨拶から入ることが多くなり、2007年2月25日に師匠円楽が現役引退を表明したため、最後の弟子が大学で確定した。本名、一夫は、父幸楽の前師匠、8代目、 林やしや正が命名、講座名、王楽は、師匠円楽が命名。彦六が肖像、正造、五代目長家老馬学を名乗る前は三代目、円楽を名乗っており、王楽は二人の円楽から名をもらっていることになる。ちなみに、六代目円立花など、公楽が、九造時代からの古い付き合いのある落語家からは、王楽とは呼ばれず、子供時代からの名残で、数と呼ばれているとのこと。 二水落語家同士でもある二代目三平、三代目春長、二代目義、久蔵、八甲の四人と共に、坊ちゃん語として、落語会などイベントを行っている。その中でも二代目義久蔵とは、互いの父親が、元彦こ六十一門の兄弟でし、商店メンバーである若手落語家同士として、ダブル親子会で共演したり、二人とも2006年1月に4パ 合同二つ目以下の若手で旗揚げした、平成話し座のメンバー同士であったりと接点が多く、講師ともに信仰がある。また、親子会に関しては、工学文化にナポレオンズのボナウ駅の子息が入門し、三遊亭化吉見となったため、ナポレオンズ、高楽 W 親子会も加わった。基本は、古典落語中心だが、六代目、桂文江の創作落語を、 文ミ自身に稽古をつけてもらって演じることもある。ゲスト付きの独演会は以前から行っていたが、最近ではゲストなしの独演会も定期開催するようになる。ネタの数は100席を超える。二人いる、姉のうち4歳上の自死は雑司ヶ谷で和菓子店を経営している。オーラクはブログで自死を愚子、家入り家の端密兵器などと紹介している。 また幼少期の1981年5月に NHK お笑いオンステージの原点ファミリーのコーナーで姉二人と共に父親と共演したことがある。工学同様、円楽襲名を狙っているとネタにすることが多々ある。商店でも新内昇進披露工場に登場した際、私には夢がありました。それは六代目円楽襲名と同時に新内昇進という、 しかし、残念なことに、傍険大使に奪われ、ただいま絶望の淵に立たされておりますとネタにしていた。また、幸楽という名前には全く興味がありませんとも、発言している。2013年2月に、歌舞伎役者、片岡幸太郎のチケット管理などを行う番頭を、務めていた女性と結婚し、6月には、男児が誕生。春風亭怖朝が、 男児の名付け親となった。2017年11月以降、三遊亭健康、三遊亭一万立花と共に、落語芸術協会の新宿末広亭の定席に、広報枠で上実出演しているほか、同協会の工業にゲストなどでもたびたび顔つき、されている。大喜利では、気球像と違った若男なぶりで、お茶の間を沸かせている。 しかし年間での出演回数は他のメンバーと比べて非常に少なく2010年3月21日放送分を最後に出演しなくなった。ありがとうございます。